よろしくお願いします。確かレフィアさん。どうしてまたあなたが。気づかれてた？やりますね。あ、いえ、それほどでも。褒めてません。それよりも、あなたに言いたいことがあって追っていたんです。それなら声をかけてくれればいいのに。あなたが怪しいことをしていないか、そこを調査もしていたんです。何しろあなたはアイズさんの水浴びを除いたいかがわしいヒューマンなんですから。それは不可抗力というか、わざとではなくて。アイズさんをその目で怪我したんですよ。わざとじゃなくても許されません。さらには他のファミリアのくせにアイズさんに剣を教わるなんて、なんて羨ましい。じゃなくてどこまでズーズーしいんですか。もしかしてアイズさんの弱みを握って脅しているんじゃないでしょうね。そんなことしませんよ。まあそうですよね。あのアイズさんが脅されるなんてないですよね。でもアイズさんの好意を遠慮もしないで受け取っているのはどうなんですか。他のファミリアなんですから、少しは謙虚になるべきですよ。謝るということはやっぱり後ろめたい気持ちがあったんですね。いえ、そういうわけでは。じゃあどうして謝ったんですか。なんです、とりあえずそう言っておけばこの場が収まると思ったんですか。アイズさんに訓練してもらうだけじゃなくて適当にごまかそうとするなんて不誠実です。
丈夫ですか？息切れしてますけど。心配無用です。ちょっと喋りすぎただけです。すっきりしました。あなたも今後はよく考えてから行動してくださいね。それじゃ。ゲームデータをセーブしますか？